皆さん2日間の会議お疲れ様でした、一言、閉会の挨拶をいたします。大変立派な科学的な大会決議案が作られましたで。この大会決議案の中でも、多数者革命と日本共産党の役割、すなわち革命の事業に多数者を結集していく。 そこにこそ日本共産党の役割があるという提起に大きな共感あるいは確信が広がっております私はあの閉会の挨拶で一言述べたいのはこの提起をどう大運動の成功に生かすかということであります討論の中でもこの提起を受けて強く大きな 党づくりの意義がが深くつかめたという発言がありましたあるいは130%の党づくりを本当にやり抜かなければならないとの決意が固まったという発言もありましたさまざまな角度からこの多数者革命と日本共産党の役割という提起を大運動の推進に生かしていきたいと思うんですが私一つ それにに加えてみんなの合言葉にしたいことがあるそれはですね、全支部、全党員を結集する党に成長してこそ、国民の多数者を結集していくことができる、これを合言葉にして頑張りたいと思うんですよ。で、われわれは国民の多数を,を獲得して、結集して、社会変革を進めようという立場であります。 ですから1億2億二千万人の国民の数千万人という人々をこの社会変更の事業に結集しようというのは我々の志であります。それをやる党が1万7千の支部、二十数万の党員が結集できなくて、どうしてその仕事ができるでしょうか。ですから、私はこの多数者革命と日本共産党の役割という定期をですね、 まず大運動に生かす第一歩としてね、全支部、全党員を結集する党になろう、そういう党に成長しよう、ここでこの多数尺メロンをですね、あの今の戦いに生かすようにしようじゃないかということを訴えたいと思います。で今、支部という点で、えー、党員拡大に毎月足を踏み出している支部は2割弱。で 読書大でも3割で。これを半分以上にすれば規約が起こるし全支部にすれば目標達成の峰が見えてくるとそしてもう一つその上で本当に130%をやりきょうすれば全支部運動にとどまらず全党員運動に発展させる必要があるという議論もやられたと思うんですねですから文字通りここにとことんええー 決してあと二ヶ月間頑張り抜こうじゃないかということを訴えたいそしてこの全種運動を全党員運動にしていく大きな力になるのが大会決議案ですねでぜひこの大会決議案をですね、まず中央役員の皆さんが自分の言葉で熱く語ろうということを訴えたいと思います田村副委員長が熱く語ったこれは非常に熱く受け止められているわけですねですから みんなでこの対外決議案、ここが感動した、これが素晴らしいと思った、これが力になると思った、自分の言葉でどんどん語っていく、熱く語って推進力にしていく、そしてもう一つ大事なことがある、第二の手紙、これを最後の一周まで広げていくということをです、ね、とことんやり抜くということをね、もう一つの推進力にして、これは中東なわけですよね。 ですからこれは本当にすべての支部に届けて、具体化して、実践する、この活動をもう一つの推進力にしていくというふうにしてです、ね、文字通りのこの全支部、全党員の結集をやり抜いて、えー、大運動をやり切って、大会を成功させようじゃないかと、それが多数者革命の党のへの成長の第一歩だと。 いうところをです、ね、みんなで合言葉にして、頑張ろうじゃないかということを、閉会のにあたって述べまして、ご挨拶といたします。共に頑張りましょう